早くしゃべろう。日曜日の朝の9時に、ぎっくり腰になって、今日火曜日でまだ寝てます。前はね、多分最高で5日、1週間ぐらいかかるそうですわ。寝返りも打てません。くしゃみもできません。くしゃみしたら途中止まる。それいいけどね、前澤くんって思うでしょ。相馬選手が買った、ズゾタウン。僕は言うよ、あの人ね、中古レコード転売であれになりました。毎月500万稼いでました。よしとるやろ。インターネット経歴25年。だからね、俺もね、最初に、それで年間6000万、それでズゾタウンを立ち上げたと。私はもうなんかモテないけど、ビジネスはうまいと言うとった。余談やけど、アソブヒルズって私のできてね、300億円の住んでます。そうよな。嫁元だからな。ああいう人はデリヘリ多分いかんと思う。それとね、俺今度1メート80いつか、まあその力入るから行くけどね、ケツがね、多分馬のケツぐらいしとると思うわ。キラーガーダシアン。そう、キラーカンか。キラーカンはあれか。今日もプロス死んだね。だから、キラーカン言うとったら1億もらってもやらんて。あんな殴られたらね、赤井秀和じゃなくて、一回、もう、意識戻らんかったでしょ。あれ死ぬの。今日もプロスだし、21の子死んでる。だからこれはちょっとメモでね、最初に500万って書いて、多分俺やり出すと思う。これ難しいんだよね。eBay とかね、タオバーとか輸入して。まあそういう話でした。以上。何でも金がかかる以上。